朝はパン、パンパンジャン、食パンママイと味。大英帝国の名物といえば、世界一まずいジャムと言われる、マーマイトと、みんな大好き、新兵器パンジャンドラムです。こんな面白い兵器、他の国にもないのかと思い、調べてみました。すると、アメリカに似たような兵器がありました。その名も、ロリンボー。アメリカ軍が開発したパンジャンドラムに似たような兵器である。空中から投下された巨大な弾は敵兵を潰し爆発する予定だったが、敵、味方、関係なく押し潰すことが分かり、開発中止になったそうです。私にはガンダムハンマーの先が取れたやつにしか見えません。日本版パンジャンドラムはないのか？日本は大英帝国には負けますが、アジア一の新兵器開発国です。日本版パンジャンドラムはないのか？調べてみると、ありました。その名も、爆輪です。ジャパニーズパンジャンドラム。木製の台車に爆薬300キロ入りのドラム缶とロケットを乗せただけの自走式爆弾。ロケット推進というコンセプトはまさにパンジャンドラム。まっすぐ進まないと判断され、計画は放棄。なんというか、パンジャン第8車。この計画を戦後に見た米軍は和製パンジャンドラムと報告書に書き記した。アメリカ軍はパンジャンドラムという存在を知ってたんですね。これが私の作った和製パンジャンドラム。爆輪です。車体が木でできているとのことなので、本当に木で作ってみました。この部分は木製です。ドラム缶とロケット部分は工作用して作りました。日本版パンジャンドラム、爆輪、完成です。ドラム缶とロケット部分は工作用紙で作り、ポスターカラーで色を塗って、最後にクリアカラーを吹き付けて防水処理をしてあります。台車部分は本当に木で作ったので無塗装です。日本製パンジャンドラムは4輪だったんですね。車輪は電動で丸棒を切って作りました。この部分は紙ですけども、この爆輪、動かない模型じゃなくて、後ろに下げて、手を離すと、ちゃんと走ります。なぜこの模型は走るのでしょうか？その秘密は、後ろを見るとわかります。このように輪ゴムがついています。この輪ゴムは木ネジで留めてあります。これが車軸についていて、プルバックすることによって走るようになります。輪ゴム1本だけなので非常に簡単です。それでは爆輪を改造して、押したら戻ってくる。帰ってくる爆輪を作ってみたいと思います。その方法は簡単で、輪ゴムを外して、この車軸についているゴムの上下を入れ替えます。こうすることによって、この爆輪は押したら戻ってくる、帰ってくる爆輪になります。見てみましょう。アンカラー。戻ってきますね。自走爆弾である爆輪が戻ってくるというのは非常に現実にあったらまずい設定なのですが、そういう仕様にしてみました。前に作った英国製のパンジャンドラムも戻ってくる仕様だったので、今回もそうしてみました。あ、パンパンジャンジャンパンジャンジャン。パンパンジャンジャンパンジャンジャン。パンパジャンジャパンパジャンジャパンパジャンジャン。こっちのパンジャンは珍兵器。うちのパンジャンも珍兵器。変な変な開発して。どちらもなくてもよかったね。あ、珍珍兵器、珍兵器。チチン兵器、珍兵器。珍チ兵器、珍チ兵器、珍兵器。なんだなんだこの歌は。すぐに最後の歌詞のチンチン兵器チン兵器って、これじゃあチンチン兵器になっちゃってるじゃないか。
そもそもチン兵器だってチンチン兵器じゃないからね。だいたいチンチン。それではパンチャンドラムとバクリンを比較してみましょう。この模型は2つともだいたい同じサイズで作ってあります。パンチャンドラムは直径約3メートル、バクリンは幅約2メートル、高さ約1メートルです。同じポケットで進む自走爆弾ですが、両者には大きさにこれくらいの差があります。パンチャンドラムの火薬量は 1.8 トン、それに対しバクリンは300キログラムです。この差はパンチャンドラムが要塞攻略用の大型兵器であるのに対し、バクリンが対戦末期の救護司令の急増兵器であることに由来しています。それでは両者を一緒に走らせてみようと思います。せっかくですので、次は2つの兵器を戦わせてみようと思います。パンジャン3番勝負第1戦です。パンジャン決戦、英国代表右パンジャンドラム、左バクリ日本代表。さあ残った、吐き合い残った、おー、すり抜けた。両者慎重さがあるために当たらずすり抜けた。続いて第2戦です。さあどうなるでしょうか。1戦目はすり抜けました。吐き合い、残った、おー、今回もゆっくりすり抜けた。いくら慎重さがあるとはいえ、2回とも当たらずすり抜けるのは奇跡と言えます。それでは3本勝負の第3戦を見てみましょう。両者見合う、この体格差軽く3倍はあります。バクリン何度も後ろに下がる。さあ当たった、おーっと止めた。お互い動かない特別試合第4戦です。両者決着がつかなかったので泣きの一戦です。いわゆる延長試合です。さあバクリンが後ろに下がる。さあパンジャドラも下がる。さて、おーっと止めた。両者引き分け、この勝負引き分けです。この体格差でバクリンはよくパンジャンドラムの攻撃を止めましたね。まさに大和魂。バクリンの下を見てください。ピンクのカーペットを敷いています。このバクリン、カーペットの上ではこのように走ることができます。しかしカーペットを取り去って木の机の上で走らせてみます。するとこのように走りません。もう一度やってみましょう。やはり走りません。これは木のタイヤでは摩擦が少ないために滑ってしまうからです。そこで改良しました。見ていてくださいね。走ります。もう一度やってみましょう。プルバック引いて走ります。これは一体どういうことなのでしょうか。その秘密はこれです。この輪ゴム、この輪ゴムをバクリンのタイヤに接着剤で貼り付けました。それだけでちゃんと走るようになります。名付けてバクリン回です。もともとのバクリンのタイヤにはゴムは付いていないので、つけるのには抵抗があったのですが、性能アップのためにやってみました。これをつけただけで非常によく走るようになりました。ミニ四駆的な遊びもできそうです。パンジャンコロコロパンコロ、まともに進めずさ大変、バクリン出てきてこんにちは、皆さん一緒にパンコロ。